縛っておきたいというか、なんて言うんでしょう、すごいあのゴムが伸びてるんですよ。ああ、そうなんですか。大事な時に、なんかやるんですか、手をかざせるかみたいなやつですか。あー、チキンレースみたいなやつですか。やっぱチキンレースですね。あー、めっちゃピッチピチな。チキンレースですか。やりますね、デビスさん。やっぱストップをかけとられた。まあ何でチキンレースするかっていうと、これですね、ポップコーン。ポップコーン、まあ油引いても普通通りに作るんですけども、うん、まあ火当たり続けてればそのうちポン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 膨れるじゃないですか。はい。それを順番ずつにつけては戻し、つけては戻しで、でまたつけてポンってなったら人がアウトと。ポップコーンチキンレースですね。チキチキ。なるほど。初めてポップコーン。あ、そうなんすか。なんか初めてのポップコーンだ、ね、バレリア、バレリア、パッパ、バレリア。そうか、ポップコーンのなんかできるまでは知らないってなると、なんかまた勝負に影響出てますね。こんぐらいですかね、大体。とか半分ぐらいやりましたよね。じゃあ、こんぐらいしときますか。ドラえもんのものにしたいな。ポップドレ、難しくないですか、ドラえもんって。無理です。まあ、僕、のび太くん。僕、のび太くん。じゃあ、ポップコーン。眠そうだな。メトロとして諸弁があれば僕は生きていきます。じゃあ、じゃんけんで勝った人から時計回りでいきましょう。はい、最初グー、じゃんけんぽい。じゃあ、こういきますね。はい。それでは、最初いきます。まあ、最初なんでさすがにカチ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 やってたらいつまでまともなんで。スプラッシュ。分型になっちゃうな。分型になっちゃう。あ、でもなんかあれだ、デブさんに話しかけて気をそらす作戦でいこう。デブさん好きな食べ物は何ですか。カツ丼。早すぎ。早すぎる。いいんですかそれ。いいんですか、 YouTuber で。はい、千葉さん。さあ、行きましょう。で、絶対いや、まあまあ、ギリギリのところ攻めましょう。私もていうか、生えたら結構来ますからね。怖くないですかこれ。あ、怖いな。大丈夫かな。さあ、それチキンですか。今です。あ、さあ、アルモさんって思うじゃないですか。今じゃないんですよ。はい、やめてください。いいな、清盛さん仮面あって。仮面と目が出て防御。あ、ここちょうど出てるから今。うわ、怖い。あ、いや、なってない。ポンとはなってないですか。さあ、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 ここからですよ。チキンレース、チキンレース、チキンレース。うわさらに見えすぎじゃないですか。うわー、痛い。あ、痛い。同じだった。ポップコーンキャッチ。あとは普通にじゃあ蓋をして作りましょう。あー、怖。焼きたてのポップか。そこの方手つけないように気をつけてください。あー、確かに怖い。あー、美味しいですね。